仲間たちと別れ、ワルハラ級を目指すセイントたち。不気味な森を通りかかったセイヤはマリンのコスモを感じ取る。マリンを探して森をさまようセイヤの前に現れたのは、アスガルド一の頭脳と謳われたゴッドウォーリア、デルタ星メンレスのアルベリッヒだった。アルベリッヒ、マリンさんをどこにやった？マリン、さっき俺が片付けた女のことか。なんだって？あれを見ろ、セイヤ。マリンさん、アルベリッヒ、貴様！我々のことを嗅ぎ回っていたようだが、無駄だったな。あの紫水晶は人間の精気を吸い取る魔力を持っているのだ。マリンがいつまで耐えられるか、それが見ものだな。マリンさん、必ず助け出すからね。しばらくの辛抱だよ。行くぞ、アルベリッヒ！一つ教えておいてやろう。俺が死んだら、マリンは死ぬまであそこから出られないぞ。何？マリンを助けたかったら、俺にひざまずき、従うことを誓え。お前が持っているトールのオーディンサファイアを渡すのだ。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。愚か者め、生きて帰れると思うなよ。はいと、さあ早くしろ。マリンが骸骨になっても構わないのか？マリンさん、石にもなったようだ。マリンの舌など噛み切ろうとしても無駄なことだ。その中では自分を死ぬこともできない。精気を全部吸い取られるまでな。マリンさん、私に構うんじゃない。俺にはできない。マリンさんを見殺しにすることなど。マリンさん、俺の恩人であり師匠、ペガサかけがえのない。俺はアテラのセイントだ。サオリさんを守って、地上に迫った危機を回避しなければ。オーディンサファイアを渡して、ペガサローリングジャー。あの中から出してやってもいいんだぞ。ウィナー、俺のコスモの方が少し上だったようだな。これが俺の実力だ。さあいい加減に観念して、オーディンサファイアを渡せ。マリンが死んでもいいのか。俺はアテナを守るセイントだ。マリンさん、マリンさんなら分かってくれるよね。ほう、アテナのセイントは味方を見殺しにするのか。黙れ。お前こそ命が惜しかったらマリンさんをあそこから出せ。己の愚かさを呪うんだな。お前が素直に従わないから見てみろ、マリンが精気を吸い取られ始めたぞ。マリンさん、アメジストシールド。アルベリッヒ。セイヤ、そこで精気をたっぷり吸い取られて骸骨になるがいい。ヒルダ様はニーベルンゲンリングをはめられたことで世界を支配するだけの最高の力を得た。だがオーディンサファイアを7つ集めれば、邪悪と化したヒルダ様さえ抹殺できる。バルムングの剣を手に入れられるのだ。バルムングの剣の力でこのアルベリッヒ様が世界に君臨するのだ。
マリンさん、セイヤ、キグナスの氷河か。ようこそセイントの墓場に。俺が死んだら、あの二人はドクロになるまであの紫水晶の中から永久に出られないのだが。なんだと。俺の力によってしか二人をあそこから出すことはできない。ヒョウガ、君はどう出る？男の勝負に言葉は不要。愚か者め、生きて帰れると思うなよ。はいと。お前を倒したが、聖夜たちはあの中で死んでしまうというのか。この俺にパーゲンのオーディンサファイアを差し出して復讐を誓うなら出してやってもいい。ダイヤモンドガット。おかしなことを言うな。おのれ、オーロラサンダー、アタアメジスト、シールド、ああ、チュッチュッシュッ、ジュロタ、いいな。お前は友を殺そうとしているんだ。カリツオ、仲間を見殺しにするのならかかってこい、ヒョウガ。おのれ、オーロラサンダー、アタアメ。奴のオーディンサファイアを手に入れなければ、俺たちに与えられた時間は容赦なく過ぎる。サオリさんの苦しみはますます激しくなっているはずだ。カリスオ、カリスオ、前、発表よ。その程度か。チュッチュッ、やっとアメジスト、シールド、オーロラサンダー、アタック。アメジストだ。セイヤたちがどうなっても構わんのか。黙れ、アメジスト、シールド。キョウガ、お前の剣にカメラインが見られるぞ。オーロラサンダーアタック。その程度か。もらった。これがキングラスの闘気だ。お前に俺を殺せない。その怯えのペースもない。カリスオ、カリスオ、カリスオ、前、白鳥よ。ネチャーユニティ、大自然の精霊たちよ、奴を生贄として捧げる。好きにするがいい。とどめだ、ヒョウガ。ドリア、うわあ、ドリア。その程度か。平和、ウィナー、クールに決して敵を撃つ。まあ、マーマ、マーマ。氷河よ、我がアルベリヒ家に代々伝わる脅威の技でお前を葬ってやる。ネイチャーユニティ。なんだこれは。バカな。キグナスのセイント、ヒョウガよ、よく立ち上がった。だがこれで終わりだ。アメジストシールド、シリュウ。ヒョウガ、あとは俺に任せろ。お前がシリュウか。
五郎法の老子の弟子の。どうしてそれを。私の六代前の先祖アルベリッヒ十三世の回顧録によれば、お前の師である老子とアルベリッヒ十三世がその昔相対したことがあるのだ。そういえば老子はそのようなこと。その時は惜しくも敗れたというが、今日はこの俺が勝利を収めてやる。それはどうかな。この紫龍、全力でお前を倒す。愚か者め、生きて帰れると思うなよ。はいと。お前もオーディンサファイアを持っている。それを渡してもらおう。おれ、確かにフェンリルのオーディンサファイアを持っている。おれ、これはテーザを救う、アテナを守るために大切なもの。断じてお前に渡すわけにはいかない。もらったの。オーディンサファイアを舐めつけもこのアルベリック様がいたら、なに、トール、ロザン、ハーゲン、フェンリル、そして私、これで私が四つ手に入れることができるわけ。何の。大自然の精霊たちよ、紫龍をたっぷりと可愛がってやるがいい。まるで森全体がアルベリッヒの味方をしているよ。何の。容赦いたい。大自然の霊と一体になれば何者も恐るるに足らずと。昇竜のごとき、オーディンサファイアを出すなよ。楽にしてやるぞ。お前などに機械に消されている。我が奥義の威力は半減。奴を動揺させなければ。紫龍、お前の仲間の聖夜もマリンももう生きてはいないぞ。聖夜とマリンさんか。今だ、食らえ。みんな、この最強の剣と盾の前に敵はない。老子、申し訳ありません。アルベリッヒ、ヒルダは何者かに操られているのだ。何かと思えば、そんなことは百も承知よ。何。バルムングの剣を手に入れ、ヒルダに代わってこのアルベリッヒ様が地上を支配するのだ。本来命を懸けても守らなければならないヒルダを倒そうなどと、お前などにバルムングの剣を渡してたまるか。自らクロスを脱ぎ捨てるとは、潔く敗北を認めたようだな。ひと思いに聖夜の墓標の隣で眠れ、アメジスト・シールド。アルベリッヒ、破れたい。何。ネイチャー・ユニティとアメジスト・シールド、二つの技は同時には打てまい。技と盾を外せばお前はアメジスト・シールドを打ってくる。その一瞬に俺は全てをかけたんだ。くそ、この俺を測るとは。アルベリッヒは。聖夜。マリンさん、マリンさん、一緒に行こう。マリンさんを置いていくわけにはいかないよ。聖夜、いつまで子供のようなこと言ってるんだよ。さあ、早くお行き。マリンさん、わかったよ。ヒョウガ！紫龍がアルベリッヒを倒してくれた。オーディン・サファイアもこれで4つになった。紫龍が。それで紫龍は。後から必ず追いつくから先に行けと。紫龍。
手分けしてゴッドウォーリアたちと戦いながらヒルダの元へ向かうセイヤたち。いち早くヒルダのいるワルハラ宮へたどり着いたシュンだったが、そこにはアルデバランを倒し日本でサオリを狙ったゴッドウォーリア、ゼータ星ミザールのシドが待ち構えていた。よくぞここまでたどり着いたな。褒めてやろう、アンドロメダ。だがこのシドの剣は日本において身に染みたはず。引き返すなら今のうちだ。あいにくだけど僕が引き返すときはあなたたちを倒した後だ。ふん、そんな減らず口が叩けるのも今のうちだ。どうしてもと言うなら仕方がない。行くよ。逃げるなら今のうちだぞ。ファイト。ギリシャ神話において王女アンドロメダはポセイドンの生贄になろうとしたが、さしずめお前は我が神オーディーンの生贄になる。このシドの剣によってな。時間はないんだ。一刻も早くサオリさんを助けなきゃ。僕は必ずシドのオーディーンサファイアを手に入れてみせる。エデュラチェーン。強い。でもミーメを倒したのは一気にさんなんだ。今度は僕一人で戦ってみせる。僕のチェーンの動きが鈍い。ミーメとの戦いの影響か。それにしては僕の力だけではここまで来れなかった。本当の力を出してしまった。おかしい。日本で戦った時とまるで違う。僕のチェーンが全く振動を捉えられない。アンドロメダ、まだ気づかないのか。これは陶器？そうだ、俺の発する陶器のコスモがこの部屋全体を覆い、お前のコスモをもはるかにしのごうとしている。だからお前の繰り出すチェーンも本来の威力を失い始めているのだ。あ、僕のチェーンに島のようなものが。これがシドの陶器なのか。まもなくお前のチェーンは子供騙しの小道具となるだろう。俺のコスモが高まれば高まるにつれ陶器も限りなく高まる。ましてこの密室ともいえる部屋においてはなおさらにな。チェーンだけではない、お前自身も身動きが取れなくなる。僕のチェーンがまるで通じない。一体どうすれば。シュン、お前はそれぐらいのことでもう諦めるのか。兄さん。自分の力を信じる限り不可能はない。コスモを燃やすんだ。俺も諦めん。ミーメが託してくれた夢を実現させるために。一体どうしようというのだ、アンドロメダ。できることなら僕は生身の剣は使いたくない。でも僕は兄さんやセイヤたちとの約束を守るためにもあなたを倒さなければならない。僕の本当の力で。どうしたことだ。部屋を覆う陶器がアンドロメダの起こした気流とともに外に吹き飛んでいく。これであなたと対等に戦える。どうしてもと言うなら仕方がない。行くよ。逃げるなら今のうちだぞ。ファイト。受けろ。僕の力を。なるほど、これがネビラストリームか。だがこの程度で俺の髪の毛一本傷つけることはできぬ。
気流の上は私の動きを封じている。エグラストリームはまだ激しさを増すというのか。そうだ、ネグラストリームは僕次第に限りなく激しさを増す。そして最後には気流が嵐となるのだ。そんな攻撃では。甘いなアンドロメダ、この程度のストリームを起こしたくらいで勝ち残るつもりか。あのストリームの中で動けるとは。どうやらこれが最後の勝負になりそうだな。さあ嵐とやら起こしてみるの。もっともこのシドの剣を受けてもらおう。みんな、僕の力だけではここまで来れなかった。本当の力を出してしまった。まさしく気流が嵐に変化した。お許しください、ヒルダ様。我が祖国アスガルドに栄光あれ。兄さん、僕は一人でシドを倒したよ。これがシドのオーディン・サファイア。シュン、シャイナさん。私は大丈夫、話は後だ、早く行け。そうはいかん。シャイ、シャイナさん。あ、シュン、シュン。これは一体。ワルハラ宮でシドと相対したシュンは自ら封じていた真の力を解放してシドを倒した。だがその時、同時にシュンを狙っていた何者かの剣を駆けつけたシャイナが懸命に防いでいたのであった。これは一体。やはりマリンの考えは正しかったようだ。シドの守護聖ゼータ聖ミザールに影のように従う双子聖アルコル、そろそろ姿を見せたらどうだい、アルコルのゴッドウォリアー。シドの影、アルコルのゴッドウォリアー。この俺の存在を知っていたのはヒルダ様ただ一人、他のゴッドウォリアーは無論のこと、シド本人ですら知らずにいたのだ。よく見抜いたな、シャイナとや。さあアンドロメダ、その手の中のオーディン・サファイアをおとなしく渡してもらおうか。そうはいかないよ、私が相手になってやる。お前の相手は私がしてやるよ。俺のこの剣で地獄に落ちるがいい。ファイト。シャドウバイキングタイガークロー。その女セイントに邪魔をしなければ。アンドロメダ、カバリナー、そこか。アイダスのアルデバラが、そこか。この俺の剣によって倒されていた。さあ、その女に礼を言う。何だって。やはりカスタムスチュースでアルデバラに闇討ちしたのはお前か。カバリナー、おかしいとは思ってたんだよ。いくらゴッドウォリアーの人とはいえ、あのアルデバラにはそう簡単にやられたりするわけないんだからね。シャドウバイキングタイガークロー。俺の見たところで、カバリナ、シドの実力を持ってしても15セントのアルデバラン、この毒は効くよ。みんな共に戦えばどこかに。そこか。それで闇討ちってわけか。嫌なまだだよ。アスガルドのゴッドウォリアっていうのはこんなに卑怯な奴らだったのか。卑怯。ヘビの牙、このバドは後までかかれる。最もブロンズ戦場を、この俺が相手をせねばならぬと思って。カバリナ、
まだまだだよ。そこか！叶わないまでも必ず一矢報いてみせる。マリンとの約束だからね。そこか！シャイナブ。そこか！実力の違いはもう分かったか。そろそろ終わりにするかな。サンダークラウン！遊びにすぎるって言うのか。可能？サンダークラウン！ウィナー！このシャイナに立てつくからさ。まあ、こんなものかね。さあ、二人仲良くあの世に行け。シャイナさん！誰だ？フェニックス一騎。バカな。フェニックスはミーネと相打ちになり生き絶えたはず。確かに俺は一度は死を覚悟し、弟にアテナを託そうとした。だが今の俺にとって死ぬということは、弟や聖夜たちとも俺に夢を託して死んだミーメを、そして自らも戦っているアテラすらも見捨てるということと同じなのだ。そんなことが許されるわけがない。俺はアテナのセイント。たとえわずかでもコスモの炎が燃えている限り、どんな逆境からも立ち上がることができるのだ。シュン、一度たりとはいえお前たちを見捨てようとしたこの俺を許してくれ。兄さん。美しき兄弟愛という。くだらん。所詮この世は己一人、力ある者のみが生き残るのだ。たとえ兄弟であっても、勝つ者と敗れる者に分かれる場合もある。情けは無用。バド、まさかお前は。そうだ、フェニックス。お前とアンドロメダのように、このバドとシドも血を分けた兄弟。ミザールのシドは俺の弟というわけだ。ならばなぜ弟シドが戦っているとき加勢しなかったのだ。フン、このアルコルのバドはシドが倒れるまであくまで影でしかない。だがシドが倒れれば、この俺がゼータ製のゴッドウォーリアとなるんだ。わざと弟のシドを見殺しにしたというのか。もはや貴様を葬るのに何のためらいもない。この線を越えると死ぬ。俺のこの剣で地獄に落ちるがいい。ファイト！シャドウバイキング！お前などには負けるまい。愛する友や弟たちがいたからこそ、俺はこの世を信じ、戦いに命を決めたのだ。そして今もこうして蘇ることができた。お前が蘇ったところで、わずかに命を流れたりする。このバドで戦うというのが、貴様、弟を見殺しにして何も感じないのか。ブロンズセイントごときに敗れた者が悪い。シャドウバイキング、今の俺には、たとえその男が血を分けた弟であろうと、弱者の冷たい見殺しをしている。それと全力を尽くしたのは、倒れた者に対する言葉か。シャドウバイキング、血を分けた弟への、シャドウバイキング、ジェルソン。シドの剣はすでに見切った。シドごときの剣と俺の剣を一緒にするな。シャドウバイキング、これまでの腕を持つ男、シドを何を感じていたというのか。光と影にまとわりな実力でしょう。このウィナー、憎しみこそが我が力の未来。一騎、一騎、どうしたのです。諦めるなんてあなたらしくないではありませんか。立ち上がるのです。あなたは希望、この地上に生きるすべて。アテナのために負けはせぬ。
ファイト。シャドウバイキングタイガークロー。俺を倒せたと思うのは。シャドウバイキングタイガークロー。フェニックスは何度でも蘇る。貴様を焼き尽くし、地獄の底に叩き込むまではな。ウェロー。ウェロー。貴様。お方法に殺しにして何も感じないのか。ブロンズセイントごとく見破るかも。天将。今の俺に変装。弱者の冷たいぬくろい。シャドウバイキングタイガーシロー。それが全部羽ばたくよ。フェニックス最大の奥義。ホワイト天将。弱者は血を分けた男と問える。このエラさん、シャドウバイキングタイガーシロー。貴様に見合いの地獄に行くがいい。これほどまでの腕を持つ男か。ミナ、どこへ行こうと俺の勝手だ。フェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。元より血のつながりなど無意味なもの。いや、兄弟であるがゆえ余計に憎しみが増すこともあるのだ。憎しみだと、バカな。そうか、ならば教えてやろう。とある双子の兄弟の宿命をな。その昔、アスガルドでも一二を争う名門の家に双子が生まれた。だがアスガルドにおいて双子は家を滅ぼす者として忌み嫌われ、どちらかを選ばなければならない掟があった。選ばれた赤ん坊が母親の温かな胸に抱かれている頃、もう一人の赤ん坊はミノコールアスガルドの風雪の中に捨てられたのだ。それがこのバドだった。俺は自らの宿命を呪わずにはいられなかった。だがたとえ神が俺を見捨て指導を選んだとしても、俺は自分の手で指導以上の男になってみせると誓ったのだ。無様に敗れた指導に代わって、ヒルダ様もこれからはこのバドがゼータ製のゴッドウォーリアとなることを認めてくださるだろう。そしてお前たちセイントを討伐した最も優れたゴッドウォーリアとして、その歴史に名を残すことになるのだ。かわいそうな男よ。何？血を分け、この世でたった一人の兄弟を憎み、それに代わって歴史に名を残したとて、一体何が得られるというのだ。バドよ、お前に聞こう。シドが真の騎士改正の剣を浴びたとき、なぜお前は手を下したのだ。それは影のゴッドウォーリアとしての俺の役目。それだけではあるまい。お前はシドを救おうとしたのだ。確かにお前には決して消えぬ憎悪がある。たとえ起きてとはいえ、お前を捨てた親を恨むのも仕方ない。だがシドには何の罪もない。それはお前自身よくわかっているはずだ。黙れ。この世にあるはこのバド一人のみ。他に何があるというのだ。もはや問答無用。くらえ。この線を越えると死ぬぞ。俺のこの剣で地獄に落ちるがいい。ファイト。シャドウバイキングタイガーシロー。お前たちが何度でも起き上がってくるというのは、この俺も何度でもお前たちを打ち倒す。シャドウバイキングタイガーシロー。受けよ。俺たち兄弟、暴力天使、幸せな星の元に生まれたわけではない。一時は敵と味方に分かれて戦ったことすら、今
こうしてアテナのもとに素晴らしい友達と一つの目標を向かって戦うことができる。俺たちはこんな星のもとに生まれた兄弟でもいつか平和に暮らせる世の中ができることを信じて、そのために俺たち兄弟は力を合わせて戦う。この世でたった一人の弟への根絶神経を味方にしている。それで得た勝利など何になる。信じられない。尽くしてこれほど残すのが世の中に存在すると、これはアテナの戦力。セブンセンシズ、少しは目が覚めたか。バドさあウィナー、どこへ行こうと俺の勝手だ。フェニックスを滅ぼすなど勝者。バトよ、フェニックスを撃て。早く。何？シド、しかしそれではお前ごと撃ち抜くことに。構わぬ、すでにこのシドは死したも同然。あなたがゼータ星のゴッドウォーリアーなのだから。早く。シド、ひょっとしてお前はバドの存在に気づいていたのではないか。昔から。なんだと？ならばお前はこの俺がお前に取って代わろうとしていたことも承知の上で。あなたの憎しみは当然だ。でもこれだけは伝えたかった。このシドも父や母も決してあなたのことを忘れたことはなかったと。しかしあなたはこのシドを救おうとしてくれた。もはやこのシドにとってこの世に何の悔いもない。血を分けたあなたにゼータ星のゴッドウォーリアを託すことができるのだ。さあ今度はこのシドがあなたを助ける番だ。私に構わず剣を放つのです。バドよ、その剣、撃てるものなら撃ってみろ。このフェニックス、あえて避けはせん。くそ！どうしたバド？兄さん。シド！なぜだ？なぜあれほど憎んだシド？この世に憎しみ合い殺し合うことが絶えずある。親子であっても兄弟であっても。だがまだ汚れを知らぬ頃、子は親を慕い、兄弟は信じ合っていた。今もそうありたいと願っているはずだ。ましてこの世に二人っきりの兄弟ならばなおさら。シドよ、今までの俺を許してくれ。せめてその償いとして兄である俺の手によってお前を俺たち兄弟の父や母の生まれた祖国の地に返してやりたい。そして再び生まれ変わることができたら、今度も兄弟として戦いや憎しみのないこの美しい祖国で暮らしたいものだな、シドよ。7人のゴッドウォーリアのうち6人までを倒し、6つのオーディーンサファイアを手に入れた聖夜たち。残るゴッドウォーリアはアルファ星ドゥーベのジークフリートのみ。しかしこのジークフリートこそ北欧神話最大の勇者であり、7人の中でも最も恐るべきゴッドウォーリアなのだった。これがアスガルドの神オーディーン。するとあれがバルムングの剣。ヒルダを目覚めさせるには
すべてのゴッドウォーリアーを倒し、あの剣を手にしなければ。お前は？アルファ星、ドゥーベのジークフリート。アテナのセイントがここまで来れるとは。まずは褒めてやろう、ペガサス。あいにくだが、俺が欲しいのはジークフリート、お前の持つ守護石オーディーン・サファイアのみ。それさえあればヒルダを目覚めさせ、アテナを救うことができるんだ。ヒルダは何者かの手によってニーベルンゲンリングをはめられ、操られているに過ぎない。バカな、オーディーンの地上代行者であるヒルダ様を操れる者がこの世に存在するとでも言うのか。もはや問答無用。たとえお前がどんなに傷ついていようと容赦はせぬ。なんだと、初めから手加減できる相手かどうか、これを受けてから言うんだな。くらえ、ペガサス流星拳。な、何？俺の流星拳がジークフリートの体に届く前に。これ式の剣、避けるまでもない。セイヤ、セイヤ、大丈夫か？奴が七人のゴッドウォーリアー最後の一人か。この男は俺たちが倒す。男の勝負に言葉は不要。このジークフリートに勝てると思うのか？ファイト！アルファ星、ルーベのジークフリート、このキグナス氷河が相手だ。ダイヤモンド！貴様は氷河か。しかしこのジークフリートに立ち向かうとはバカだよ。戦う相手を間違えた己を呪うがいい。お前さえ倒せばヒルダをニーベルンゲンリングの呪縛から解き、アテナを救うことができるんだ。ヒルダ様の呪縛、オーロラさんだ。お前たちはいつまでこんな愚かなことを言い続けるつもりだ。タリツオ、タリツオ、無駄だ。日が沈む前に何としてもお前を倒し、バルムングの剣を手に入れた。私を倒すだって、そんなことができるのならやってみるがいい。ダイヤモンドダストキグナ、お前がどれほど攻撃を繰り出そうとも、このジークフリートの体に。オーロラサンダーアタック。ジークフリートのコスモがどんどん高まっていくのがわかる。これなんと最強のゴッドウォーリアーの実力なのか。これがアテナのセイントの力だ。思い知ったか、ウィナー。クールに徹して敵を撃つ。勝負あったな。これで私を倒したつもりか。甘い。バカな、あれだけの攻撃を食らっておきながら、この男には俺たちの力が通じないのか。セイヤ、みんな、うん、一騎、俺たちに構うな。ジークフリートこそ最後のゴッドウォーリアー。奴さえ倒せばアテナを救えるのだ。時間がないぞ、シリュー。俺たちはたとえ友の屍を乗り越えて必ず目的を遂げると誓い合った。このシリューが必ずジークフリートを倒す。はあ！俺の闘気が全身に満ちるとき、背中の竜が天に舞い上がる。受けよ、ドラゴンシリュー最大の奥義、ロザン昇竜派。何？昇竜派まで通じないとは。まさかこのジークフリートという男、伝説によれば退治した海流の返り血を全身に浴びたジークフリートは不死身になったという。まさかこの男は伝説のごとく
不死身の体を持つというのか。そんなバカな。次はこちらの番だな。行くぞ。このシリュ、全力でお前を倒す。このジークフリートに勝てると思うのか。ファイト。ドラゴンブレーベストブレード貴様がドラゴンシリュか、クロスもつけずにこの私を倒せるとでも思っている。無駄だ。ロザン昇竜派。だがこの命にかけても必ず。ロザンドラゴンブレーベストブレード。のドラゴンブレーベストブリザード。デアード。やはりクロス抜きで戦うのは無謀だ。わからない式のこと。ジークフリート、死と隣り合わせの排水の陣に立ってこそ引き出せる力がある。このシリ、命と引き換えにして登山昇竜。勝利をもぎ取ってみせる。ジークフリートという男、なんという強さなのだ。気を抜いたら一瞬でやられる。こいつさえ倒せばアテナを救うことができるんだ。ブレーベストブリザード。ロザン優勝。お前たちはアテナの戦士だ。ロザン優勝。この世に私を傷つけることのできるものなど存在せん。ドラゴンブレーベストブリザード。ウィナー。このジークフリートの力。シリュウ、シリュウ、どうしたのです。諦めるなんてあなたらしくないではありませんか。立ち上がるのです。負けてはいけません。諦めてはいけません。セイントとしての務めを果たす。ファイト。ドラゴンブレーベストブリザード。よっしゃ。オーディンサファイアを奪うまで無駄だ。ロザン勝利を諦めんぞ。何度起き上がってきても同じことだ。何のロザン。この一撃で決める。ジークフリートという男、ロザン昇竜。なんという強さなのだ。気を抜いたら一瞬でこの一撃で決める。お前たちはアテナのセイントの時に、いや、この世に私を傷つけることのできるものなど存在せんの。このシリューの何だって言ったのだ。オーディンソード。ドラゴンブレーベストブリザード。これ式のことで、この一撃で決める。この俺の渾身の剣、無駄だ。ロザン、まるで通じない。ドラゴンブレーベストブリザード。貴様たちの力では、ドラゴンブレーベストこのジークフリートは倒せんとか。ウィナー。この最強の剣と盾の前に敵はない。これぞ鍛錬の賜物。まるで歯が立たない。この俺に万に一つの勝機もないのか。俺のコスモに直接語りかけてくるこの声は老子。諸刃の剣ですか。いつか老子が話してくださった。諸刃の剣は使いようによっては最強の武器となる。しかし同時に自らを傷つける危険も持つ。つまり最強の剣には最強であるがゆえに、その剣の中に弱点がある。貴様、私の最大の剣を浴びながらまだ立ち上がるとは。まだ死ぬわけにはいかぬ。老子のおかげでお前を倒すわずかな可能性を見つけたというのにな。私を倒すわずかな可能性だと、よかろう。そんなものがあるのなら試してみるがいい。受けよ、ドラゴンブレーベストブリザード。見えた。ロザン昇竜派。でぇー。シリュウ、貴様
っていたのか。シリュウ。セイヤ、俺と初めて戦った時のことを覚えているか。あの時お前は俺が小竜波を放つ際、一瞬の隙ができることを見抜いていた。それはかつて老師に指摘された小竜波の唯一の欠点だった。まさかジークフリートにもシリュウと同じ欠点が。そういえば伝説上の不死身の勇者ジークフリートも。そうだ、伝説によればジークフリートは退治した海流の血を浴びて不死身となった。しかしその時、一枚の木の葉が左の背中に張り付き、そこだけ生身だったのだ。そしてその唯一の急所を貫かれて命果てた。この伝説がゴッドウォーリアーとして蘇ったジークフリートにも宿命として残っていたのだ。小竜波を撃つ時と同じくジークフリートも最大の力を右拳に乗せるため、一瞬だが左拳がわずかに下がり、心臓がガラ空きとなる。まさに一枚の木の葉が覆った場所と表裏一体となって通じているのだ。見事だシリュウ。しかしペガサスよ、これだけは教えておいてやる。私が最大の剣を放つとき、左拳がわずかに下がる。だがシリュウのそれが千分の一秒の間とすれば、私は十万分の一秒以下。そのわずかな一瞬にこの心臓を貫くことができるとでも言うのか。たとえ十万分の一秒だろうと、その一瞬に俺の全てをかける。今こそ燃え上がれ俺のコスモよ。このジークフリートに勝てると思うのか。ファイト。シリュウが自らの命を懸けて教えてくれたペガサス。ジークフリートの弱点は決して無駄にしないぞ。この迫力、いや、まだまだ友情の絆できるならば王道を敵にはしたくなかった。残念だったなペガ。どうやら奇跡は起こらない。まだまだ諦めてなるものか。ペガサス流星剣。この私が初めてわずかながらも恐れているものだ。だがペガサスよ、それゆえにこそこのジークフリート、栄誉にかけてお前の挑戦を受けて立とう。あれほどにきつく立っているだけでもやってのまして、それは私に勝てる可能性など皆無に等しいというのに、そこ知れぬ自信はどこから。ジークフリートの左拳の動きをその10万分の1秒に全てがかかっている。こそ俺に奇跡を起こりなさい。ウィナー、俺のコスモの方が少し上だったようだな。ちょっと手加減しすぎたかな。ドラゴンブレーベストブリザード。見えた、今だ。ペガサス流星剣。何？全ての流星剣を見切ったはずなのに、このジークフリートの鎧に傷をつけるとは。セイヤ、あなたは私の、そして今全ての人々の希望なのです。アテナ。セイヤ、わずかに残った俺のコスモを、今にも消えそうな俺の命を、かすかに残った僕の命を君にあげる。だからセイヤ。聞こえる、みんなの声が俺のコスモに響いてくる。ペガサス、お前はまだ。なんだあのコスモは。ペガサスだけではない、
シリュウたちの、そしてアテナのコスモまでも。これが自分たちが正義と信じる者の持つ力というものか、それとも彼らが正義そのものだという証なのか。何をためらっているのだ、ジークフリーズ。してしまえ。聞こえぬのか、ジークフリート。それとも死に損ないの剣を数発浴びただけで臆したのか。ふん、ならばこのヒルダが自らの手で始末してくれる。ヒルダ様、手出しはご無用。私は全力を尽くして確かめてみたくなりました。彼らが正義なのか、それとも。アテナを、アテナを救わなければ。今一度剣を交わせばお前は必ず死ぬ。覚悟はいいな。これで最後の決着がつく。全てが終わるのだ、ペガサス。俺はみんなの希望なんだ。アテナのために、心のコスモよ、今こそ究極にまで燃え上がれ。ドラゴンブレーベストブリザード、ペガサスデーサーカー。これは流星が私の剣を押し戻している。セイヤがビッグバンを起こした。やった。仲間たちから与えられたコスモにより最強のゴッドウォーリアジークフリートを倒したセイヤ。しかしそのセイヤの耳に美しくも怪しい調べが聞こえてくるのだった。これで七人のゴッドウォーリアを全て倒した。この調べは。ヒルダ様、だから申したのです、セイントを見くびってはならぬと。お前は海のサンクチュアリポセイドン神殿よりの使い、マリーナジェネラルの一人、セイレーンのソレント。海のサンクチュアリだと。そうだ、この世界が地上界のアテナ、冥界のハーデス、天界のゼウス、そして海界のポセイドン様によって成り立っていることはお前も知っているだろう。その海界を支配する海王ポセイドン様の命により、ヒルダ様とジークフリートを迎えに来たのだ。ポセイドン、まさかヒルダにニーベルンゲンリングをはめ操っていたのは。現代によみがえられたポセイドン様は、海の世界とともにこの地上界をも支配されようとなさった。だが地上にはアテナ率いるサンクチュアリがある。そこでアテナを倒し、代わってこの地上を治める役目をアスガルドのヒルダ様にお命じになったのだ。命じるとは魔力で操ることか。誰よりも深くアスガルドを愛したヒルダ様、そのヒルダ様を邪悪に変えたポセイドン、許さん。ポセイドン様のご好意に裏切りをもって応えるとはな。よかろう、裏切り者にふさわしい死のメロディーをとっくりと味わうがいい。このジークフリートに勝てると思うのか。私の笛の音を聞いた者は必ず死ぬ。ファイト。デッドエンドシンフォニー。お前の言ったことは本当だった。この私が剣を向けるべきはお前たちではなくポセイドンだったのだ。加勢するか、ジークフリート。手出しは無用。それはアスガルドを守るゴッドウォリアーの戦い。
そしてお前たちに手を向けた私のけじめでもある。やめよ、私の命令が聞けるのか。キルダ様、今こそ真にあなたをお守りする時が来たのです。オーロラ、さらばだ。これは何という美しい船だ。シシリアの海に住む船人たちをその美しい歌声で誘い、むさぼり食ってギリシャ神話の海の魔女ヘッドエンドシンフォニー。ブレーベストブリザー、歌だ。ヘッドエンドシンフォニー。ジークフリートがヘッドエンドクライマックス、あの美しい調べに吸い寄せられるように。その調べを聞いてはダメだ。ジークフリート、聞くが無駄な。聖霊の耳を持ったところでこの笛の音の魔力からは逃れられぬ。ドラゴンブレーベストブリザー、ドラゴンブレーベストブリザー。ブルー、ウィナー、このジークフリートの力思い知ったか。この世に私を傷つけられる者などおらぬ。何度言えばわかるのだ、この笛の調べから逃れるのは不可能だということが。ならばこれで貴様の笛の音を聞かずとも済む。愚かなことを、自ら鼓膜を突き破るとはな。だがそれでデッドエンドシンフォニーから逃れられると思っているのか。聞こえる。鼓膜を破ったというのに、まだ笛の音が。この笛の音は耳を塞ごうが鼓膜を破ろうが関係ない。お前の頭脳に直接響き渡るのだ。ここまでだ、死ね。ジークフリート。なんだと、この男すでに五感が失せ死したも同然の体だ。から笛の音を聞いても動けたのか。それと覚悟しろ。でジークフリートの体から凄まじいコスモが。やめろ、何をする気だ。話せジークフリート。はあ、ジークフリート。さらば祖国アスガルドよ、ペガサス、ヒルダ様を頼んだぞ。私は友の待つ天空に帰り、星となっていつまでもお前たちを見守るだろう。さらばだペガサス、アテナのセイントたちよ。ジークフリート、お前の死は決して無駄にはしない。ポセイドンの陰謀によりヒルダが操られていたことを知ったジークフリート。ジークフリートはゴッドウォリアとしての誇りを守るべく、自らの命を犠牲にセイレーンのソレントを倒した。しかしそうしているうちにもアテナの命の炎は刻一刻と消えようとしていた。フン、ソレントめ、口ほどにもない。しかし我がゴッドウォーリアは全て倒れたとはいえ、その役目は十分に果たしてくれた。なんだって。もはやアテナの死は確実。これ以上お前に何ができる。何としてもバルムングの剣を手にしてみせる。七つのオーディンサファイアはすでにこの手の中に。あと少しなんだ、あと少し。間もなくアテナは死に、このヒルダがポセイドン様のもとで地上を支配するのだ。邪魔はさせぬ。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。私に服従するなら命だけは助けてやるぞ。
ファイト。そこをどけ、ヒルダ。シークフリートの死に何も感じなかったのか。黙れ、もうすぐ全てが終わる。お前こそおとなしくしておれ。くそ、ポセイドン様。シークフリートよ、ペガサス流星剣、決して無駄にはしない。ヒルダを殺してしまえば。ニーベルンゲンリングよ、我に手向かう者どもに大いなる怒りを与えよ。どうすればいいんだ。どうだペガサ、おとなしくポセイドン様の軍門に下った方が良いのではないか。まだまだ、あと少しだというのに。俺のコスモ、コスモがみなぎる。ペガサス流星剣、終わりだ。よし、ヒルダ、目を覚ましてくれ。ウィナー、俺のコスモの方が少し上だったようだな。俺のコスモはこんなものじゃない。アテナを、アテナを救うんだ、オーディーン。この俺にバルムングの剣を、アテナを救わせたまえ、オーディーンよ。俺に答えてくれ。なぜ答えろ、オーディーン。ペガサスよ、北極海を望む開国アスガルドは太古の昔より海のサンクチュアリの勢力下にあり、いわば属国も同様。つまりアスガルドの神オーディーンも海王ポセイドン様に逆らうことなどできるはずがないわ。バカな。ではどうやってアテナを。アテナは救えぬ。そしてお前もアテナと共にメイドへ行くのじゃ。ニーベルンゲンリングよ、我に手向かう者どもに大いなる怒りを与えよ。オーディーン。何、オーディーン・サファイアが。時代オーディーン自らまとったと言われるオーディーンローブ。しかしオーディーンローブが一体どうして。俺のクロスが。オーディーンローブが聖夜に。オーディーンが自らのゴッドローブを、バルムングの剣をセイントに与えるとは、オーディーンがアテナのセイントに味方するとでも。オーディーンよ、俺はあなたを信じる。私に服従するなら命だけは助けてやるぞ。ファイト。メイドへ行くのか。このヒルダ、ヒルダはもはやオーディンではなく、ハ
海王ポセイドン様なのだ。オーディンローブなど恐れはせぬ。ニーベルンゲンリングよ。これがバルムングの剣なんだ。この剣によるのヒルダにかけられた魔力を解き放ち、アテナを救うことができる。今こそジャグロンだ。まだあがつか。アテナと共に死ね、ペガサス。しかし、すべては手遅れだったようだな。アテナのコスモは今にも死にようとしているぞ。ポセイドン様、解かなければこのままではヒルダの呪いを解く前にアテナが倒れてしまう。メイドへ行くのだ。この指輪の恐ろしさ見るがいい。アテナを救うまで俺は倒れるわけにはいかないんだ。メイドへ行くのだ。ウィナ、素直に服従していればいいものを。セイヤ、セイヤ、どうしたのです。諦めるなんてあなたらしくないではありませんか。立ち上がるのです。あなたにはまだ命が残っているではありませんか。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。ファイト。俺が倒れた。バルブングの剣よ。この地上を守るんだ。ペガサス燃えろ。眺めよ。まだまだ。ペガサス流星剣。しかし、すべてはバルブングの剣よ。アテナのコスモは今にも消えようとしているぞ。このままの指輪の音がしたみる。ニーベルンゲンリングよ、我に手向かう者どもに大いなる怒りを与えよ。これだけ痛めつけられてもなお立ち続けているが、お嬢際の悪いやつ。バルブングの剣よ。もはやアテナもこの地上のもとが滅びる。あらばだ、アテナよ。みんなが命を取ったか。ペガサスに隠してくれたというのに、この俺に。英雄、ウィナー、素直に服従していればいいものを。セイヤ、セイヤ、どうしたのです。諦めるなんてあなたらしくないではありませんか。立ち上がるのです。負けてはいけません。あなたにはまだ命が残っているではありませんか。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。ファイト。メイドへ行くのだ。まだまだ。バルブングの剣よ。まだまだ。消えるがいい。まだあがくか。アテナと共に死ねの恐ろしさ見るがいい。ニーベルンゲンリングよ、我に手向かう者どもに大いなる怒りを与えよ。アテナを救うまで俺は倒れるわけにはいかないんだ。バルブングの剣よ。いや、邪魔をするな。発射なのは口だけのようだ。ウィナ、素直に服従していればいいものを。セイヤ、セイヤ、どうしたのです。諦めるなんてあなたらしくないではありませんか。立ち上がるのです。負けてはいけません。あなたにはまだ命が残っているではありませんか。オーディンよ、
俺はあなたを信じる。私に服従。ファイト。まだまだ。今こそ邪行だ。これで終わりだ。恐れはせぬ。エドエルフロザ。これがバルムグロの剣なのだ。この剣によってのみ、ヒルダにかけられた魔力を解き放ち、アテナを救うことができる。まだまだ。アテナを。オーディーンの怒り、少しは伝わったか。まだ上がるか。アテナと共に死ね、ペガサス。アテナを救うまで俺は倒れるわけにはいかないんだ。ペガサス、ペガサス。アテナのコスモの衰え。このヒルダルはまるであの夕日はアテナの血を全て吸い取ったかのように見える。こうしていられない。早くヒルダを解放しなければ。今こそ邪悪をだ。これで終わりだ。もはやアテナもこの地上そのものも滅びゆく。さらばだアテナよ。みんながまだまだ。この俺に託してくれたというのに、この俺に。私の勝ちだアテナ。ウィナー。素直に服従していればいいものを。セイヤ、セイヤ、どうしたのです。諦めるなんてあなたらしくないではありませんか。立ち上がるのです。あなたにはまだ命が残っているではありませんか。諦めてはいけません。オーディーンよ。私に服従。ファイト。このヒルダにとって神はもはやオーディーンだ。まだまだ。ポセイドン様の魔をするな。オーディンローブなど恐れはせぬ。これがバルムングの剣なのか。この剣によってのみや、ヒルダにかけられた魔力を解き放ち、アテナを救うことができる。アテナを。しかし全ては手遅れだったようだな。アテナのコスモは今にも消えようとしているぞ。急がなければ。まだまだ。ヒルダの呪いを解く。アテナが倒れてしまう。ペガサス、流星剣。アテナのコスモの衰え。流星剣。このヒルダにはまるであの夕日はアテナの血を全て吸い取ったかのように見える。どうしてやらない。早くヒルダを解放しなければ。今こそ邪悪を断つ時は過ぎるなり。ニーベルンゲンリングよ、我に手向かう者どもに大いなる怒りを与えよ。さらばだアテナよ。みんなが命をかけてこの俺に託してくれたというのに、この俺に。これだけ痛めつけられてなお立ち続けているとは、お不条際の悪い娘。やめ。ビナ、素直に服従していればいいものを。セイヤ、セイヤ、どうしたのです。諦めるなんてあなたらしくないではありませんか。立ち上がるのです。あなたは希望、この地上に生きる全ての人たちに。負けてはいけません。オーディーンよ、俺はあなたを信じる。私に服従するなら命だけは助けてやるぞ。ファイト。このヒルダにとって神はもはやオーディーンではなく怪物ポセイドン様。オーディーンローブなど恐れはせぬ。これが
これがバルムングの剣なのだ。この剣によってのみヒルダにかけられた魔力を解く。ニーベルンゲンリングよ、我に手向かう者どもに大いなる怒りを与えよ。アテナを救うことができる。アテナを、これだけ痛めつけられてなお立ち続けているか。お上際の悪いやつめ。アテナを救うまで俺は倒れるわけにはいかないんだ。今こそ弱を出す。もらった。しかし、サメスは手遅れだったようだな。アテナのコスモを今にも吸い得ようとしているぞ。急がなければ、今のままではヒルダの素直に服従していればいいものを。セイヤ、セイヤ、どうしたのです。諦めるなんてあなたらしくないではありませんか。立ち上がるのです。諦めてはいけません。あなたにはまだ命が残っているではありませんか。オーディンよ、俺はあなたを信じる。私に服従するなら命だけは助けてやるぞ。ファイト。ヒルダにとって神はもはやオーディンではない。今こそ弱を出す。これで終わりだ。恐れはせぬ。これがバルムングの剣なのだ。この剣によってもらった。ヒルダにかけられた魔力を解き放ち、アテナを救うことができる。アテナを張った。オーディンの怒り、少しは伝わったか。私は勝ちだ、アテナ。時は来た。まだまだ。もはやアテナも優先権。ともども滅び。優先権。まだまだアテナよ。ペガサスが命を取った。この俺に託してくれたというのに、この俺に。まだあがくか。アテナと共に死ね、ペガサス。アテナを救うまで。まだまだ俺は倒れるわけにはいかない。ペガサスと弱を出す。まだまだペガサス、ペガサス優先権、ペガサス優先権。みんな、バルムングの剣、恐ろしい強さだ。コスモが消えそうだ。ペガサス、お前に私が斬れるのか。どうしたペガサス。このヒルダを斬れるものなら斬ってみよう。本当にこの剣を使うことによってヒルダの魔力を解くことができるのか。できたとしてもそれはヒルダ自身も殺してしまうことになるかもしれない。このコスモは、まるでこのゴッドローブの中から語りかけるようなコスモは、オーディン、オーディンよ、俺はあなたを信じる。アテナを救ってみせる。でヒルダ、俺はヒルダを、沙織さんとアテナのコスモが消え去ろうとしている。ヒルダ、答えてくれヒルダ。俺はアテナもこの地上を救うこともできなかったのか。そしてこの手でヒルダまで。オーディンよ、俺の希望は消えたのか。沙織さんは、アテナは死ぬのか。この
地上は滅びるのか。オーディーンよ、我に力を与えたまえ。このヒルダの罪を償わせ、この命に代えても地上を、アテナを守らせたまえ。ヒルダ、私の祈りが通じれば、まだこの地上は救えるはずです。ああ、沙織さんの、アテナのコスモは消えてはいない。いや、それどころか輝きを増していく。沙織さんが。おお、ご無事でしたか。アテナ、聖夜、みんな。私はポセイドンの魔力に魂を操られながらも全てを見ていました。アテナやあなた方に犯した私の罪を許してください。フレア、あなたにも辛い思いをさせてしまいましたね。お姉様。ヒルダ、あなたこそ私たちよりずっと厳しい試練を受けたのです。しかし、その苦しみと悲しみを無駄にしないためにも、これからもこの美しいアスガルドを守ってください。お約束します、アテナ。このアスガルドは、よみがえったオーディンローブとともに、必ずこのヒルダがどんな邪悪からも守ってみせると。ジークフリート、あなたたちにも誓います。アスガルドの7人のゴッドウォーリアとの死闘の末、7つのオーディーンサファイアを集め、バルムングの剣によりヒルダをポセイドンの支配から解いた聖夜たち。こうしてアテナの命、そして地上の平和が守られることとなり、ようやく聖夜たちにも平穏が訪れたかに思われた。しかし、突然の大津波がアテナを襲い、そのままアテナは謎の敵に連れ去られてしまう。果たしてアテナをさらったのは何者なのか。聖夜たちにわずかな休息も与えることなく、新たな戦いの幕が切って落とされたのであった。さあ、どの戦いを紡ぐのか、お選びなさい。